ロックデロス・ムチャーチョス天文台の夕暮れ。北欧工学望遠鏡とアイザック・ニュートン、望遠鏡が見えている。セベラル・オブ・ザ・ヘリコプター・パッツ・ビルト・フォーザ・イナウグラチオン、セレモニー・キャンビー・シーン・アンダー・ザ・ヘグラ・アレー・ロケデロス・ムチャーチョス天文台は、大西洋にある、スペイン領カナリア諸島・ラ・パルマ島にある、天文台である。テネリフェ島にある、テーデ天文台とともに、 カナリア天体物理研究所が運営に当たっている天文台の一つである。シーリングが良好で、高学、赤外線観測に適しているため、設置された。太平洋にある、ハワイ島のマウナケア山に次いで、北半球有数の観測施設が集まっている。ヨーロッパから近く時差が少ない。濃度工学を採用したスウェーデン、太陽観測望遠鏡は、 太陽観測用としては最高の分解能を誇る。また、口径10.4メートルのカナリア大望遠鏡が建設され、2007年から観測が始まっている。この天文台は、アイザック・ニュートン望遠鏡が英国サセックス州にあるグリニッチ天文台から移設されたことに始まる。この移設は、困難を極め、既存の望遠鏡を移設するよりも新設した方が、 安く済んだだろうと広く認識されている。天文台は、スペイン、スウェーデン、デンマーク、英国の共同で設立された。後に、ドイツ、イタリア、ノルウェー、オランダ、フィンランド、アイスランド、アメリカ合衆国も参加した。天文台は1985年6月29日、スペイン王室隣席の下各国首脳が集まり発足した。 1997年、火事によりガンマ線望遠鏡が被害を受けた。2005年にも火事があったが深刻な被害はなかった。2018年10月10日には、東京大学宇宙船研究所など日本の研究人が参画するチェレンコフテレスコープアレー、大口径望遠鏡1号機の設置記念式典が開かれた。ティは、ブラックホールや中性子星などに由来する、 ガンマ線が地球大気圏に到達した際に発生する微弱なチェレンコフ放射を捉えるために使われる。ありがとうございます。